ではリンケルさんお願いします。ですね、日本にいる台湾人としてはですね、ほとんどその テレビの番組にですね、どんなにつまらない番組でも台湾のことが出ればですね、もう真剣に見るんです。そして皆さん教え合ってですね、あの番組は今度台湾のことをその取り上げてくれるよと。ましてや今回はもうかなり長時間で、はい、やってくれるということで、もうその気持ちっていうのはですね、もうかなり嬉しくてで見てたんです。ああ天下の NHK がようやく台湾のことを取り上げてくれたと、はい、ということで、うん、で家内と一緒に見てました、うん、でもうちょっと 2,3 分ぐらい経ってからですね、うん、これは私の知ってる台湾ではない、うん、とかなり最初はちょっと非常に困惑、うん、しかも私の知ってる台湾とは逆の台湾、うんうん、果たしてこの台湾はどこに存在しているのかと。しかもその NHK の番組の中にしか存在しない台湾と家内と二人で見てて、もうそのもう非常に最初の段階からですね、もうその最初の困惑から怒りに変わったんです。これは明らかに台湾と逆のことを日本に教え込もうとしてるんじゃないかと。で一つはですね、私はずっと29歳、まで台湾に行って、それから台湾から日本に来るまで戒厳令の中で生まれて、はい、で戒厳令のうちに国を出たわけです。その長い長い戒厳令の中で蒋介石政権をはじめ蒋介石政権、その中からの宣伝番組いろいろ見ました。日本の悪口を言ったり、そして中国の悪口を言ったりっていう番組はですね、当時の独裁政権下でですね、いろんなこういう宣伝がありました、うん、それと比べてももう本当にこの NHK のこの番組はよくできているなと思うぐらい、これははっきり言って最初からのその洗脳するっていう意識は、ナチスやあるいは国民党政権と共産党のそういう宣伝用のその番組ともうそっくりという感じなんです。ですから私はそれをもう見てて、もう本能、それ非常に気持ちが悪くなった。で気持ちが悪くなったのは、一つこれは台湾のことを逆に報道してる、二つ目はですね、これはもう独裁政権下で私が経験してきたそういう洗脳的宣伝番組とそっくり、もしくはそれよりも悪質な手法でやってるっていうのは、台湾を知ってる人間なら、はい、すぐに気がつくぐらいのものなんです。ですからその後それ終わってからいろいろこの NHK の意図は一体何のかっていうのは、はい、仲間たちと一緒に、はい、考えながら、まあ、その翌日にすぐ私のメルマガで NHK を休刊せよっていう、はい、メッセージを出しました。なるほど、はい、ありがとうございます。では永山さんお願いします。はい、はい、今回のこのジャパンデビューというシリーズの、テーマは、はい、過去を歴史を見る中で未来を見通すことが、歴史を見て、未来を見通すんだと、はい、そういうことを言っていまして、これはそれで思い出したのが、中国はその中国政府は、はい、歴史を鏡にして未来に向かうと、はい、これは日本に対してだけ言うセリフですけども、はい、非常に似ていて、まあ、同じことを言っていまして、これ偶然かなと思うんですが、偶然かどうかですね、はい、今林先生がおっしゃったことと、まあ、これ同じなんですけども、やっぱりその、中国の共産党あるいはその台湾で独裁支配を行ってきたその国民党の中国人、彼ら その歴史観というのはあくまでも人民支配のための道具であってですね、その独裁政権の道具であって、でそこ、それにそれが、描く台湾統治、日本の台湾統治の歴史というのはやはりその住民への、過酷な弾圧であるとか不条理な支配であるとか搾取、
それに対する、台湾人の、抵抗、勇敢なる抵抗とか、屈辱とか、はいはい、忍耐とか、そういうものになっているわけですが、まさに今回の、第1回のこのアジアの一等国で描いた、台湾統治50年の歴史はまさにそれであったと思うんですね。ただ、中国人の描く歴史は随分その、歴史捏造や歪曲が多いんですが、この番組の描く歴史は基本的には間違いは、ないようなんです。それぐらいですね、巧妙に、仕上げてるんですね。で、それを見た人は結果的には中国人の描いたそういう捏造歴史と同じような印象を抱いてしまう。非常に巧妙であると思いました。これよく探すとですね、おかしな表現は多々ありますが、で、もう一つこれは歴史問題というの、今言ったら歴史問題ですけども、これは過去だけの問題じゃなくて、例えば中国人から見ればこの歴史問題というのはあくまでも今の問題、または未来の問題ですね。人民をどう統治するか、そしてどうやって日本弱体化していくかということですね。まさに NHK がやっていることも日本人の自信を奪い、その弱体化を、させるような、ものになっておりまして、特にですね、この台湾の歴史についてはですね、この台湾支配の不条理さを強調することで、やはりこれも既に先生方からご指摘ありましたけども、やはり日本と台湾の関係を、弱くしていく、おかしなものにしていくと、それはまさにその中国の喜ぶものであると、目指しているものであるということですね。そういった中国の意思を、報じて NHK がこういう番組を作ったかどうかは分かりませんが、しかし、結局は NHK も中国と同じものを目指しているんだなと言わざるを得ないと感じています。それからもう一つ、例えばその今その、食品の、偽装問題とか、それから、餃子のような、有毒食品の問題が、ただこの問題になりまして、こうなりますと、この生産業者は、国民、またはメディアに叩かれてですね、大きな社会問題になり、あるいはその、中国との間で、外交問題にもなっていますけども、そういった制裁を受けるんですね。なぜかといえば、日本国民に被害を与えたからなんですね。同じようにこういった、この番組のように誤った歴史を与え、で日本人の気持ちに、悪影響を与え、さらには、この台湾との外交関係に被害を与えるような、こういった有害な番組、これはもうこの番組に限らず、これまでこういう反日ドキュメンタリーはいっぱいありましたけども、こういったものにですね、もっと国民は危機感を抱き、こういうものを排斥し、これを作った人々に制裁を与える、または抑止する、責任を追及するという、そういった健全な空気というものを今日本社会は求めているんじゃないかと思いますし、幸い今回の問題で、今までにない以上の NHK 批判、というものが、国民の間で起こっていると聞いておりますので、これを機に、この問題、大変重大な問題だということをどんどん、多くの人に発信していくべきではないかと。我々この批判、 NHK 批判できている人間は、被害を受けないんですね。NHK のその誤りというものを見て取れますから。しかし NHK の言ってるんだから間違いないんだと言って、その情報を、無批判に受けて入れてしまう人たちをやっぱり僕たちは救わなければならないと、そういうふうに感じております。はい、どうもありがとうございます。私の方も実はこれはメディアが専門なんで、特に言いますとテレビを40年近くやってきた人間として言いますと、ここまでやるかっていうぐらいひどい作り方でした。これははっきり言いますと、NHK はもともと朝日新聞みたいに分かりやすくですね、反日をやるよりは巧妙に実は映像的にごまかしてきたわけでございます。これは私ずっと書いてきたんですけど、今回もそういうのがはっきり分かりました。で、私個人もちょっとこれ言わせていただきますと、3点あると思います。今まで通り反日、これ反米も入ってます実は、それといわゆる親中、いわゆる旧社会党 の、平和なんていうんですか、路線というか、こういう 方向でやってその反日ドキュメンタリーを作ってきたことは間違いないと思います。と同時にもう一つ、どなたかもおっしゃってましたけど、一番感じられるのは中国が台湾を併合しようとした時、これからそういう狙いを持ってる、そういう時の地ならし的な形でこの番組を作ってる、
このいわゆる中国のその方針に沿った、はっきり言いますと謀略機関の歌舞伎館化した番組作りをやったんではないかと実は私は思ってまして、これ非常に まずいし危険なことだし、これは許してはいけないことだと思います。それともう一つ言わせていただきますと、それだけではなくてですね、もっと悪いことに、皇室攻撃も私はやってると思います。